もう全部出てるよ、次第は。あ、強制利用は全部。はい、千葉工業大学、出た千葉工業大学無料で受け放題。競艇利用入学試験前期タイプ1とタイプ2、何それ。え、なんか16個ぐらい出したんで分かんない。16個。次が東京電機大学、はい、さあ、あれスキーに行く格好かなんかしてるんですか。はい、始まりました、アマチュアチャンネル。さあ、はい、ゆうかさんやってまいりまして、今国立の入試が終わってやってきましたね。はい、はい、富山県立大、富山県立大受けて、富山県立大はまあ行ってきましたか。大宮に、あ、大宮に受けに行って、大宮で受けました。はい、でまあ手応えは落ちました。いやいやいや、やめて。落ちた、あれは落ちた。なあ、ちょっとだいぶお気に入った受験なのに。そんな、まだ分かんないですから。まだまだって北海道にこうやって、ね、撮影に行くかもしれないですか。帰ってきますよ。はい、まあ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 、そういう感じで。富山県立の2次は何発表ですか。あ、違う違う違う、何の教科で受けたの。今日は数学と科学です。あ、数学と科学ってことですね。その理系科目で、はい、勝てんかったって思ったの。いや、もう無理だと。ちょっと、もう怖い怖い。はい、じゃあ私立ですね。もう全部出てるってこと、次第は。あ、競艇利用は全部。はい、競艇利用は全て出ていると。え、普通に受けたやつ、筆記で受けたやつはまだ出てないってこと。そうですね。あ、そうなんや。はい、じゃあ見ますか。じゃあ横山はそれ送っといて、あの LINE でいいんで。まずじゃあどこですか。千葉工業大学。出た千葉工業大学無料で受け放題。あ、無料なんで別に受かっても受かんなくても。ね、そんな理由、無料なんで。別に。でも何、はい、まあじゃあ2つ受けたんですね。はい、だから何個も受ける人いるからね、本当千葉工業大無料だからっていう理由で、それで受けまくる人いるんですが、はい、まず最初がどっちでも変わんないですよ。なんて書いてんのこれ。競艇利用入学試験前期タイプ1とタイプ2、何それ、何学部になるんですか。え、なんか16個ぐらい出したんで分かんないです。16個、分かんないです。なんか学科がめっちゃあって全部出せるって書いてある。ああ、なるほどね。じゃあ見てみますか。とりあえず分かんないんで、俺もそのだから、どっちにしますか。やっぱなんか、やっぱ塾とかでも普通に千葉工業大学で合格実績一人がだから10いくつとか取ってくから。そうそう、千葉工業大合格おめでとう、ブワーみたいなさ。はい、じゃあ行きましょう。どっちですか。もう1から行くでしょう、タイプ1。合格が一体どれ。この2つ。工学部先端材料工学科と先進工学部生命科学科の2つが合格で、あと14個くらいが不合格。すごい量のこの不合格の数。だから今日って多分マークミスしてる。あ、そうなのね。ちょっとスクショしといてください、これ。はい、怖いわ、すくし、マークミスとかめちゃめちゃ怖いやん。マークミスしてるから多分めっちゃ落ちて。なるほどね。はい、次、はい、タイプ2。全落ち。全落ちだ。おお、はい、な、タイプ1とタイプ2は何が違う。なんかどれを使うか。あ、どの教科を。なんか得意なやつ2個取るかとか、あ、理科と数学だけで判断とか。あ、それ2はどっちとか覚えてないの。なんか学科によっても違った。あ、そうなんだね。なるほど、ということでした。さあ、で次が、はい、東京電機大学。あ、電機、これ全部ダメだった。でも行くの、千葉工業。いや、行かないです。行かないんだ。違うとこがいいです。いいです。はい、電機大、電機大です。はい、東京電機大。これ受けた時はどうだったんですか、感想的に。あ、競艇です。あ、こいつは競艇利用。じゃあ分からん。え、電気代は何学。工学部。工学部で、でこれ、え、電気代の競艇利用は何と何の科目はどうなってたの。なんか国語と数学、うんうん、国数と英語、うん、3つぐらいでなんか判断するよみたいな、うん、判断するよって知らないんかい。判断するよみたいな、知らないんかい。よく分かる。なるほど。で、ではいきます。あ、なんかまた踏まなきゃいけない。同意する、合否紹介、
表示。ああ、分かってる。分かってました。はい。こんな感じでございます。はい。東京電機大学京テリオ。ふう。お気に入ったないっぱい。お気に入ったないっぱい。怖い。そのこれだったら行く。まあ東京なんで。理由それ。なんか和子が言ってた。だからユーロの親が遠くに行くのを反対してるって言ってた。ああ。遠くに行くの反対してるのに富山受けたりとか、あと北海道でしょ。もう、はい、ということで電気代が、はい、合格いたしましたんで、さあ次がいつだ。この2つだけで終わり。もう、あ、今んとこ今日今んとこ出てるのはこの2つなんですね。はい、なるほど。それで決まる。 A 判定だから出したみたいな。もう逃げすぎた感じ、はい、怖いという感じでございました。で他はどうなんですか。他はもうあと国公立。だって他を私立筆記で受けたところは。いや、まだです。てかこれから受けます、うん、国立の後なの。私立が中期と後期の間とかに受けに私立のがあるの。受けに行きます。嘘、どこがあんの今そんな。いや、もう 後期とか受けた方が人いないからいいかなって、うん、あ、そういう理由で。え、私立の、え、どこが受けるんですか。どこ、四高大のどっかとか。あ、まだ決めてないってこと。そうですね、まだ出せるからどうしよう。へえ。なんか前に言ってたのどこだっけ。芝浦。芝浦無理です。無理なんかい。はい、芝浦無理で、はい、で都市大とか。ああ、東京都市大ね、はい、その辺を受けるという。そうですね、ことですか。なるほど。いやー、めっちゃお気に入ってるやんこれ。もうなんか毎日寝れないです、怖すぎて。そうなの。なんか変な時間に起きちゃう。もう合格したのに。なんかもうどうしようみたいな。叩かれるって思って。そんな理由。いや、もう電気代行きゃいいんじゃないの。電気代叩かれない。電気代でいいんじゃないの別に。叩かれる来てないじゃんそんなコメント。別に全然。浪人してここみたいな。そうなんですか。まあ帰りません。はい、浪人して電気代ではとりあえず終わったわけで。よかったになんないの。もうよかった。もう だって昨日和子が出してた動画が、うん、あれで泣いてるって思ったら。あれで泣いてるってどういうこと。青山受かって泣いてるのにこれじゃ喜べない、うん。どういうこと。なんか昨日見てすごい、さらに不安になりました。さらに不安になっちゃった。マーチで泣いてんのって思って。どういうこと。マーチで泣いてんのと。マーチ受かったのに喜んでないなんて。ああ、そういう理由ね。四高大受かっても喜べないと思って。いや、喜べるでしょ。喜んじゃダメだと思って。いやそんなことはないでしょ別に。はい、まあ富山県に住んだとしてどうなるのか。落ちます。なんでそんな宣言すんだ。まあこれもうね、前期の入試終わった後に動画出てるんでね、前に出したらちょっと大変なことになると思いますけど、みんなそんなネガティブでってなるかもしれないですけど。あ、そういうことね。じゃあまあどこに出すかまだ決めてないってこと。そうですね、うん、そういうことです。なんでもう北海道行けなくなっちゃったじゃんこれで。北海道みんなでスキーして、はい、ユーロ結果はってやろうと思ってたのに、こんなに不安な状況で行ったら、あんまりこうみんな悲しい中帰ってこなきゃいけないじゃん。ちゃんと東京帰ってくるんで来ないでくださいみんなで。いや、もうだって家族がさ、もう大丈夫でしょ、絶対受かってるからって言って、だからね、北海道でって言ってたけど、今日止めに行きます。止め思い直してくれって。そんなことで勉強してください。はい。家族はもう終わってますけど、あなたまだなんで、はい、ちゃんと受かれるように、その中期と次第の後期ね、受かれるように、はい、やってくださいということでございました。はい、おめでとうございました。いや、喜べないです、ね、でした。はい、ご視聴ありがとうございました。ネギモチン、はい、喜べないですって。喜べないです。喜んで、もうちょっと青学で泣いてる人目にして。あれやばいよ。怖いって。